報道カメラマンカメラマンは講義には写真、映画、テレビ、ホームビデオなど様々なメディアにおいてプロアマ問わず撮影を行う人物。映像を撮影するのはビデオグラファー映像作家と呼ばれる。競技には前日の中で撮影を職業としている人物。テレビカメラマンは撮影技師。そして映画撮影においてカメラを操り撮影をする役職は シネマトグラファーという、特に写真を撮影する人については、写真家も参照。日本語で定着しているカメラマンカメラマンは、英語圏で使用される最も一般的なカメラを持つ人物を表す名詞である。通常、写真家はフォトグラファーが、テレビカメラマンはカメラクルーが、映画はシンネマターグロファーが一般的に呼ばれる名称である。最も広い意味を持つのは、 カメラオペレーターである。これらすべての名称は、基本的にプロに対して使われる語彙であり、ホームビデオで子供を撮影している父親など、アマチュアには使用されない。アマチュアの場合は、カメラとなる場合が普通で、男性なら、カメラマン、女性であれば、カメラレディ、中性的な表現であれば、カメラパーソン、など決まった名詞はない。ただし、写真の場合は、プロアマ問わず、 フォトグラファーと呼ぶのが普通である。第二次世界大戦時の戦場カメラマン。3 5ト、mm、ルフィルムのムービーカメラを抱えている。ディレクターやプロデューサーなどの演出畑の役職とは一線を隠し、技術系職種に分類される。当然、現場の指揮権を握る演出家人がフレーミングを指示するが、演出家に画の構成、色彩などを助言し適切な補正を行う。 カメラマンを中心に照明班、音声班などが総合的に動き、高度な技術的アプローチによって現場の環境を作り出す。一人の映画監督の絶対的な指揮の下で行われる映画撮影において、カメラマンは画の構成において非常に重要な役職であり、映画監督の右腕とも言われる。監督が頭の中で描くイメージを察知し、照明、色合いやアングル、 ワーキング等の助言を行い、また監督の指示を受けさらなる補正を行う。フィルムを使用する映画撮影においては、非常に高度でテクニカルな撮影技術及び経験が求められるため、適切なフィルムやレンズの選択で、被写界深度や f 値を求め監督が求める映像に近づける必要がある。映画監督、スタンリー・キューブリックとその右腕撮影監督ジョン。 オルコットのタックは有名で、オルコットの高度なテクニックを駆使してキューブリックは映画バリー・リンドンにおいてろうそくの光のみで撮影という技術革新をもたらした。ビデオクリエイターなど、スタッフインタビューボリューム1カメラマン柳島勝美さん、日活、2020年12月24日閲覧、ありがとうございます。